家の両サイドに研究室が並んでいるところにやってきました。さあ今回はどのような研究室なんでしょうか。こちらのようです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。白衣にフェイスシールドで出迎えてくれたのは高橋さん。見てください、いろいろな実験の道具が並んでます。こちらでは、実際にはどのような研究を高橋さんなさってるんですか？我々は吸着剤という材料を合成してその評価をしています。悪い匂いを取ったりする活性炭だったり、あと水をきれいにするその浄水器の中に入っているようなものをですね。じゃあもう実際に私たちの生活の中で使えるようなものまで上り詰めていくっていうのがこう最終目標っていうことですか？そうですね、はい、実際に皆さんに使っていただけるようなものを目指して研究開発をしています。今回はこちらのアンモニア吸着剤が出来上がるまでを見せてもらいます。今日はですね、吸着剤を合成するところからお見せしようかなと思っています。こちらですね。なんかショートムービーでも見たような気がします。出てきたのは吸着剤の原料を溶かした2種類の溶液。スターラーという装置で均一にかき混ぜられています。この白いこうくるくる回っているの、これは何ですか？これはですね、攪拌紙と言われるものでして、この中に磁石が入っています。で、この磁石がですね、この台に乗せるとその下の磁石が回っているので一緒に回ってくれてですね、液をかき混ぜることができると。なるほど。じゃあ人間の手でこう混ぜなくてもこの白い棒が混ぜてくれる。その通りですね、はい。じゃあちょっとこの合成をする様子も見せていただいてもいいですか？こちらにですね、この2つの溶液と同じものを用意してあります。で、この溶液を混ぜるとですね、今我々が紹介する吸着剤がもうできてしまいます。反応早いので見逃し厳禁でお願いします。はい、いきます。全然違う色になりました。全く違う色ですよ。群青色みたいな。そうなんですよね。で、実際にこちらですね、プルシアンブルーという材料でして、まさに青い絵の具として使われているような材料でもあります。実際に絵の具の顔料みたいな。江戸時代の浮世絵師である葛飾北斎が描いた富嶽三十六景にもこのプルシアンブルーが使われたといいます。ひょっとすると江戸時代の名画が実は消臭剤になっていたかもしれません。今プルシアンブルーと呼んでますけども、そのお仲間たちが様々作ることができます。色がだいぶ違いますね、それぞれ。そうですね、これが先ほどご覧いただいたプルシアンブルー、濃い青のものなんですけども、他にも抹茶みたいな色であるとか、ピンクとかチョコレート色のようなものも、さまざまな金属イオンでプルシアンブルーを作ることができまして、で、我々はこれをプルシアンブルーのお仲間という意味で類似体と呼んでいます。類似体、はい。これブルーじゃないですけどプルシアンブルーなんですね。そうですね。面白いですね。実験の続きに戻って、先ほど合成したプルシアンブルーを水と固体に分けていきます。これは遠心分離器という装置でして、遠心器に入れるためのこの容器に入れたものをセットします。で、これが実は回るようになってまして、水と固体を分けることができます。音鳴りましたね。透明になってますよ、上の方。こう沈んでるのがプルシアンブルーですね。これで上の水を捨ててあげると、より純粋なプルシアンブルーだけ取り出せると。なるほど。分離したプルシアンブルーを乾燥させたら、これを砕いて粉状にします。こちらですね。なんかガラス張りになっていて、この中での作業。そうですね、はい。これの中でドラフトと言われる装置でして、空気をですね、奥に引き込んでいます。粉が舞った時に我々が吸わなくていいように空気を吸ってくれていてですね、ピロピロしたこれも吸っているので、中にちゃんと引き込んでるよっていうのを目に見えるように。
こちらがですね、先ほどあのお見せしたプルシアンブルーを洗浄した後に乾燥させたものですね。でこれをですね、深谷をしてると思うんですけども、砕くとですね、こう砕いていくと粉になってます。わーすごい。粉をですね、実際に消臭剤で使うときには粉だと使いづらいので、バインダーと混ぜて成形して粒にしています。でその粒をですね、ご覧いただこうと思いますので、はい、先ほど粉でお見せしたんですけども、それをバインダーと一緒にですね、混ぜて固めた粒がこちらになります。もう茶色色なんで、なんかもうブルーのかけらもないですけど。そうですね、こちらあの先ほど最初にお見せした類似体と言われるもので、で銅イオンと変えるとこのような、まあ、チョコレートのような色の類似体になりまして、今それを使っていると。銅プルシアンブルーは普通のプルシアンブルーに比べ耐久性が高く、水で洗い流すだけで繰り返し使うことができます。このようにして出来上がった吸着剤はカラムと呼ばれる筒に入れて吸着力の評価を行います。アンモニアを含むようなガスを通したときに臭い空気が入ってきても、この中で吸着されまして、きれいになって出ていくと。カラムいっぱいに吸着剤を詰め蓋をしていきます。でこれをですね、今手で締めるだけだと漏れてしまうので、うん、実際にレンチを使って締めていきます。で、まあ、何が必要なのはこっちの、なんでこんなに大きいんです？どうしてもやはりこれぐらいのサイズでやらないとしっかり締めれなくてですね。こんなに大きいの人生で初めて見ました。そうですよね、はい、これでやってあげるということですね。でこれ切ってしまったので、これで今ガスを流してあげると空気をきれいにするカラムが出来上がりました。本来はこのカラムで吸着実験を行いますが、今回は特別に匂いがなくなる様を体験してみます。使うのがこちらの実験装置。中に取り付けたファンの力で空気を下から上に引き上げます。まずは装置の下側にアンモニア水をまき、上がってくる空気の匂いを嗅いでみます。あ、なんかツンときます。懐かしい、なんか実験で嗅いだことある。そうですよね、理科の実験で嗅いだことあるかなっていうの多いかと思います。はい。続いて吸着剤をたっぷり入れたフィルターをセットし、もう一度匂いを嗅いでみます。どうなるんだろう、ちょっと失礼します。どうぞ体感していただいて。え、もっと近づいてもらっても大丈夫だと思う。え、全然匂わないですよこれ。本当に来てます？来てます。同じ空気ですか？はい、空気、同じ空気を吸ってますね。で今はフィルターを通って空気が出てきているので、はい、匂いがほぼしないと思います。全くしません。フィルターを通る一瞬の間にアンモニアが吸着されているんです。凄まじい吸着力。この材料を使いながらいろんな現場でも。そうですね、で我々実証実験をですね、豚舎、豚の育てている建物の中で行っていまして、発生するアンモニアを除いてあげて、豚さんたちが元気にすくすく育つような環境を実現するというプロジェクトをやっていました。結果ですね、ちゃんとアンモニア濃度下がりまして、早く元気に大きくなりました。そうなんですか、はい、成長にも関わってくるんです、はい、ではいろいろお伺いしてまいりましたが、高橋さんにとって研究とは何でしょうか？そうですね、私にとって研究とは自分の趣味と社会の実益です。研究自体私は大好きで日々楽しくやってはいるんですけども、その延長線として社会が良くなるようなものを常に描いていけたらいいなと思っています。今日紹介したのは除去する、悪い匂いを集めるというところだけだったんですけども、実際に集めたものも有効利用したいなと思っていまして、例えば集めたアンモニアを肥料として使うような方に持っていくとか、集めたものを有効利用するところまでどんどん研究を進めていきたいと思っています。なかなかこう目に見えないところまで突き詰めていらっしゃるのが本当に素敵だなと改めて思いました。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。